はい、皆さん、こんにちは。ぜひこです。それでは、今回なんですけども、裏技、7個ポイントが毎日貯まる、無料送金アプリ、プリントセブン銀行 ATM で簡単にできます。ということで、今回はですね、つい先日、ちょっとツイッターで話題になってた内容がありましたので、それを動画にして解説をしていこうと思います。ということで、今回ですね、7個ポイントが貯まる方法ということで、今回使うものとしてですね、プリンという無料送金アプリと、あとセブン銀行7個カードのこの3つですね。そして、このプリンのアプリを入れてない方は、まずそれをインストールして口座の連携まで先に行ってください。で、そしてここからは、プリンのアプリをインストールした前提でお伝えします。まず先にやり方をお伝えして、その後に簡単にまとめていきたいと思います。で、まず、やり方なんですけども、プリンのアプリに1001円チャージします。で、ちなみにプリンは、チャージと出金の手数料は無料となってます。そして、チャージした段階でプリンからセブン銀行に1001円出金の手続きをします。そしたら、出金の手続きをした状態でセブン銀行ATM に行って、セブン銀行 ATM に着いたら、まずこちらですね、画面の右側のカードを使わない番号入力で取引を選択して、次に、まあ、プリンから指定された金額を入力。まあ、簡単に言うとこちらですね。まあ、これを入力して、そして1001円下ろす画面が表示されます。ちなみにこちらはサンプル画像ですね。で、ポイントはここからです。残りの1円をどこに下ろすかという表示が出てくるので、こちらを見てもらったらわかるように、セブンイレブンのレジで受け取るか、お手持ちの7個にチャージをするか、セブンイレブン記念財団へ募金の3択が表示されます。で、ここからは僕も実際に試してきたので、まあ、そちらの映像をまずどうぞ。ということで、短めでしたけども、取引した内容がこちらですね。まあ、1000円の現金を下ろして、その後に7個ポイント1と表示されてます。まあ、こちらの画像の下の方に、まあ、書いてあるようにですね、1回の受け取りにつき7個ポイントが10ポイントを翌月15日にプレゼントしますと表示されてます。まあ、なので簡単に流れをまとめると、プリンで1001円チャージして、そこからセブン銀行、ATM で出金の手続きをして、セブン銀行 ATM で1000円の現金を出金した後に、1円を7個にチャージ、そして10ポイントゲットということですね。まあ、出金した現金に関しては、また銀行に入れればまあ大丈夫かと思うんですけども、あとその多分制限的には1日1回が限度かなと思いますので、まあ、多分うまくいけば毎日したら1ヶ月で300ポイントぐらい貯まるんじゃないかなというふうに思います。まあこれに関しては僕も試してないので、まあなんとも言えませんが。まあですね、まあちょっと今回これをやってみて一言言えるのは、まあめんどくさいということですね。なのでこれがやりたいっていう方がいらっしゃるなら、このような方がおすすめかなと思います。例えばその自宅の近くに、マジで近くにセブンイレブンがある人ということ。あとは職場の近くにセブンイレブンがある人。なのでお昼休憩とか仕事帰りにまあ2、3分でできますね。あとは近くに なくても日常的にまあ1日1回セブンイレブンを必ず利用する人ということですね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。送金アプリのプリンを使って7個ポイントが貯まるという方法でした。今はですね、このやり方についてはまあ賛否両論はあると思うんですけども、まあやるときはぜひ自己責任でお願いいたします。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。